日常演舞です。今日はサムネにもある通りジョームスーサーのストロープワッフルとスイートラスクキャラメリゼを食べたいと思います。サクッサクッと食べ進めちゃいましょう。ではでもストロープワッフルって前も食べたかな。チョコレートとは違う種類だったような。まずはキャラメルラスクからどんな中身になってるのかな。キャラメルコーティングが結構しっかりとしたなんか薄茶色というかそういった形で綺麗ですね。大容量が売りの業務スーパーの商品、いや大容量だけじゃないけどですけど、にしては結構数は少ない気がしますけど、その分味にこだわっているのかな。ではいただきます。キャラメリゼラスクは甘さがじゅわっと広がってくるのにしっかりサクサクという音が聞こえてきます。あまり染み込んでいるわけではないのかなというわけで美味しくいただきました。数はやっぱりちょっと少ないんですけど、それでも満足できますね。一方のストロープワッフル、やっぱり前になんか食べたような記憶もあるんですけど、まあどうなのかなって感じですね。でこちらはちょっとねっとりしていて、ただサクサクというのとは違った美味しさがあるんですけど、いわゆるワッフルとも違う気がする。何なんだろうな、何が違うのかな。やっぱり形かな。やっぱりキービスケットやクッキーに近い気がします。詳細はこの後。ごちそうさまでした。まずスイートラスクキャラメリゼはキャラメルがかなり甘めでサクッとした、ラスクだったらパン生地だと思うんですの心地よい音によく合っていました。食べ進められてキャラメルの甘みもうわっとくるので、あなたがもしキャラメル好きであればぜひ食べてほしいです。で、一方のストロープワッフルチョコレートはストロープワッフルのねっとりとした中身がサクサクのストロープ生地と合っていたのですが、ワッフルというよりはやはりクッキーやビスケットに近い食感ですね。見た目も結構ワッフルと違いますし、オランダのワッフルはこういった丸型が主流なのでしょうか。思っていたワッフルとは少し違うかなと思いますが、ねっとりとした中身とチョコレートの相性は良いので、こちらはこちらで気になったのであれば食べてみてほしいです。ですが自分はキャラメルスイートラスクキャラメリズの口の中で広がってきたキャラメルのほのかな甘さが好みだったので、代表として4点とさせていただきます。それではルーリンに骨が舞うのよこの灰の、いやいや結構怖いんですけど、しかも風鈴で舞うって。というわけで本日は業務スーパーのサクサクお菓子2種を食べてみた動画でしたが、あなたの気になったお菓子はありますか。もし気になったお菓子があって食べてみたいと思ってくれたのであれば私も嬉しいです。そしてチャンネル登録コメント高評価をしていただけるともっと嬉しいです。ではまた次回のお会いしましょう。